さあ、こんにちは。はい。そしておめでとうございます。何がだ。いや、俺誕生日じゃないし。違いますよ。そんなことよりも盛大に祝うことがあるじゃないですか。何が。我らが日本ハムの清宮選手が。お前どこまで思い入れ入ったんだよ。え？そんなの思い入れ入ってないから俺は。いや、その動画結構清宮選手お世話になってますよ。まあ確かにな。はい。おめでとう。いや、やっとこう素質が開花しつつあるな。そうなんですよ。まだまだだけどね、まだまだ彼の持ってる能力からすると。そうですね、まだ途中ですけれども。でもね、いい形でのホームランが増えてきた、はい、おお、あの形がいい。今まではああたまたまかなと思うけど、はい、練習通りの形で打て出してるから、うん、自分の形でホームランが打てるというね、うんうん、だから非常にあの成長の後もまあ少しずつ見えてきたという。いや、彼の能力からすると、はい、やっぱり40発50発なんだよね。はい、本来は。だから10発ぐらいで喜べないんだよ、彼の素質を考えると。まあそうですね、本来のというところ。本来の。でもやっと兆しが見えてきたというね。そうですね。だからそこら辺はおめでとう。そうですよね。ソロホームラン10本。そうですよ、全部ソロなんですよ。だからツーランがスリーランが満塁が打てこのなんか1つぐらいありそうなものなんですけどね。まあまあまあ、でもね、まあはい、でもあのチャンスの時にはホームランじゃなくて着実に打とうとする、なんかこうバッティングが小さくなってるとか、なんかこう打てないことへの恐怖感とかそういうものがあるんですかね。ここで凡打への恐怖感だな、うん、打てないことへのね、はい、そういうのはあるよ。あ、やっぱ彼はあの幼少の頃から4番を打ってきたんだよね、うん、でその中でやっぱ勝負強さっていうのは求められてきた、うん、でプロに入ったチャンスで打てない、ね、どうしたら打てるか今そこら辺で悩んでると思う、はい、ホームランは徐々に出始めてるし、うん、まあ、形も良くなってきてるよね、はい、だけどやっぱこうクリーンアップを打とうとしたんだったらやっぱ勝負強くならなきゃいけない、うん、なるためにはどうしたらいいか、はい、彼のホームランって割と早い打席に出るんだよ。でこの前千葉ロッテの戦いでは2試合連発かな、はい、その時でも1打席目に打ってるんだよ、うん、普通1打席目に打ったら2本ぐらい出るだろうみたいな、はい、ヒットも、うん、なんなら3本猛打賞を取っちゃうよみたいな。あとの凡打が悪いんだよ。考えすぎちゃうんだよな。何を考えてしまうんですか。まあ、例えばまっすぐ打って、はい、ね、次は絶対変化球だって思うのに、うん、見てる方は、はい、ね、変化球見逃してなんか向こうの誘い球のまっすぐに手出してるんだよ。いや、それ違うって、うん、だからそこら辺をこう整理してちゃんと 頭を使って入ったらもっと打てるよ、楽に、うん、彼の能力からすると。だからもったいなくてしょうがない、うん、あ、打席での迷いみたいな。あ、だから俺あの前の動画でも言ったけど、はい、凡打の仕方を、うん、やっぱ考えないとやっぱ一流のバッターになれないよって、はい、形にはまった時には綺麗にホームランを打つんだけども、うん、はまらなかったら何とも情けない、うん、こんな三振するんだよ、はい、それじゃダメなんだよ、期待感がなくなるから。みんなに愛され、うん、みんなに応援してもらおうと思うんだったら凡打した時でも、あ、次は何とかしてくれるんじゃないかっていうような期待感を持った終わり方をしなきゃいけないんだよ、打席の中で、はい、ということはやっぱこう不細工なことは見せらんない、うん、だからそういう意識で練習も取り組んでいくと徐々に改善されていくし、バッティングコーチが言ってあげた方がいいよね、そういうことを。そうですよね、うん、だから打つのって、はい、例えば3割急に打てるかって絶対打てないよ、うん、でも今年は1割じゃなくて2割台を言ってるからね、はい、毎年 1割だった、ね、だったのが2割台に上がってくる、はい、だから徐々には成長してきて来るでしょ、はい、ただ凡打をどうしたらいいかっていうのをコーチと話した方がいいよ。そうですね、だから得点圏打率がやっぱり1割台っていうのが、例えば松本剛選手は得点圏打率、ま、やっぱ上位というかトップだったりとかするじゃないですか。そこの差って何なんですか。まあ経験もあるけどな、経験もあるけどやっぱこう頭を使って松本は、はい、まあ、やってるよね、うん、まあ、それが経験なんだけどさ、頭を使えるっていう経験なんだけど、はい、だからまあ今年2割3分9厘、ね、はい、しか打ててないけども彼の力からしたら、うん、やっぱ3割打たなきゃいけない、ね、うん、で得点圏打率が1割6分9厘、はい、今現在ね、はい、あの撮影してる現在では1割6分9厘、これもやっぱ3割は打ってほしいよね、うん、で本塁打10、はい、
で打点が21、はい、本当だったら何打点欲しいと思う。いやもう50、60とか。あ、それは言い過ぎだなお前。お前は本当欲深いね。いやそうじゃなくて、あのホームランかける3なんだよ。かけ3。あ、うん、そっかそっか。だから30ってことになるんだ。30ぐらいないとダメなんだよ。だから10ないんだよ。足りてないです、ね、足りてない。だからまあソロホームランだから、あ、まあ仕方ないけどね、はい、あとはあの出塁率、はい、出塁率はやっぱり4割いってほしいよね、うん、ということはフォアボールも取れるということじゃん、はい、ということは打ったのが率が上がるということだから、うん、だからそういうことも考えてやっていってほしいよね、うん、ただ打った喜んだ次三振した悲しんだじゃあこれはやっぱこう成長の度合いとすれば牛歩になってくる。そうですよね、うん、でそのボンダの内容っていうのは例えば豊さんから見て内野安打でも例えば引っ張るべきだよねとか流すべきだよねとか、うん、そういう兆しがそういうふうにして打ってないっていうふうなのを見受けられてしまったか。もう、ね、あのね、清宮は右打つとか左打つとかいうよりも、はい、基本的には引っ張りのバッターなんだよ。だから引っ張っていいんだ全部。あ、全部、うん、全部引っ張ってもいいけど三振する時の無様な格好はやめろとか、あ、ボンダでも芯を捉えとけとか、はい、もうそういうことなんだよね。そこなんですね。だからそこら辺が大事なんだよ、うん、だから出塁率が3割2分9厘、はい、今年の場合ね、これ打率なんだよ、うん、彼の、はい、だからそれより1割上、うん、出塁率がだから4割2分9厘ぐらいは出塁してほしいよね、はい、もうそうしたら一流の仲間入りだよ、はい、だから彼はできるから、うん、やれば、うん、ああ、だからやってほしいということですね。そうですよね、うん、でね、はい、やっぱねちゃんとした考え方を教えてほしいよね。もうそこですね。そこそこ、うんうん、ビッグボスも言っていたように、まあ、今シーズンは、まあ、いろんな打順だったり模索すると、ただ来シーズンになったらこれで固定っていうふうにもうしたいっていうふうに言ってたんですけど、いや、そりゃそうだろうな。でなってくるとこの成績だとこれ、うん、何番の成績なんですか。やっぱ彼には4番を期待してると思うよ、はい、だけどまあクリーンアップだよね、うん、3番でもいいし5番でもいいし。4番では今のところはまだない成績だって1割6分9厘のまあ4番打者っていうのは嫌でしょ、はい、そうでしょ、はい、ね、でソロホームランしか打てない4番って嫌でしょ、はい、いやだからそこら辺も成長とすれば、うん、成長はしてるけど、はい、だけどもっともっと 欲があるからね、うん、欲も持つから周りは。そうなんですね、うん、例えばなんか素人のでもよくやってるよ周りに、ああだこうだこの動画でああだこうだ言われながら、ね、よくやってるよ、よくやってるけど彼の能力が見えるから。ああそうか、こっちはそうか、いやいやお前そこで絶対満足するんだよみたいな、そういうところですよね。でも本当になんか日本ハムで例えばビッグボスだったり監督コーチだからこういった成績でもなんとか使おう使おうっていうふうにやっぱ周りもしてくれてるってことですよね。成長させなきゃいけないし経験させなきゃいけないから、うん、それとホームラン打ってきた時に喜びすぎだよ、うん、イエーイってシャケかなんかにわーってやってるけど、はい、いやいや俺が打ったらおかしいかみたいぐらいな感じで帰ってくるようにならないと。本来は その姿なんですよね。そうそう、いやいや詰まったか、あんなホームラン納得いかないよみたいな、うん、やっぱ村上君みたいにならないと。同世代ですからね。同世代で村上なんか納得いかなかったらホームラン打ったって毎日文字ですよね。もう笑いもしないよ、ね、ああそうですよね。俺がホームラン打って何が嬉しいんだって、当たり前だろみたいな、い俺だよみたいなぐらいなってよ、うん、キヨちゃん、キヨちゃん、ちゃんもうキヨちゃんに間違う、もうめっちゃ喜んでもこんなになって帰ってくるからねいやいやそうじゃない、そうじゃないんだよ君に求めてるのはそのレベルじゃない、いやそうじゃないってシャケかーそうじゃないだろ、誰か言ってあげてと、誰か言ってよみたいなそこで満足しちゃダメだよ、いや違う違う、お前当たり前だからって。そうですよね、それがお前の仕事だからって。そうですよね、うん、だからそれをまだ喜んでるようでは、うん、ボンダも良くならないし、うん、パーン打ったあーってニコッとするのは全然いいよ、はい、でも喜びすぎだからそうですね、まあ、あの喜んだ姿でこんな三振見せられたんださ、うん、お前喜ぶなって思う、ね、思っちゃいますからね、思っちゃうんだよ。そうなんですよね、うん、だから俺が打ったらおかしいかぐらいにしといてくよ。そうですね、うん、ね、ようやくもうキャリアハイの、ね、もう本数も超えましたし、ホームラン更新してますし、はいはい、2人でも今打率もキャリアハイだからお前2割3分9厘でそうですよ、とんでもないことが起こってますだから。いや本当です、
です。ようやく、うん、ようやく目覚めたっていうところ。だから3割ね、1割、全部1割少ないわけだから。そうですね、他のものは関しても。そうね、はい。なので、やっぱりね、ここからどんどん満足せずに、レベルはね、そこじゃないんだよ、うん。まあでも本当にね、今年はね、ビッグボスのおかげで、成長はしてくる、はい、来てるよ、はい。しつこく使ってもらってね。だから感謝しろよ、本当にね。そこにね、そこに、うん。で、感謝するっていうことは、はい、やっぱこれからは期待に応えていかないとね、うん、いけないと思うよね。そうですね、はい、今日も先生頑張ってください。頑張れよ。